Xin chào. Xin chào. Chúng tôi là Nhóc Double Wish. Chào. 前回の動画いかがでしたか? タップタン10 13番目の妹とか俺ら言っとったけど、まさかの主人公の名前らしいけどね。だけど、いや、まださ、ちょっとしかやってないけど、これからまあその13番目の妹とかなんかいろいろ関係してくる。俺らの方が先に、こう読んどったんですよね。まあそういう楽しみ方もだけど、この動画はあるよね。本日僕らが聞くのが、歌手エリックの チャンダイノイダオ。まあエリックとはね、俺らの仕事やってるから。確かにね。そう。お友達。いや、ないよ。家族。一回しか会ったことない。チャンダイノイダオって、意味さ、なんかこう、痛む心の奥底を触れるみたいな。ってことなの?意味だけね。直訳するとそういう意味なの。 まあ、だから優しくするってことでしょ。ああ、お前そこないとね。優しくするのはちょっとだ。まあまあ、あるよ。優しくする。あるかもしれんけど、まあまあ、ちょっと、俺は違う。痛い。そう、傷。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 
触るけど触らないっていう本当の意味かもしれないっていう。ミュージックスタート。映画みたいな始まり、廃墟みたいなところ入っていこうとしよう。人の家入ったよ。え？泥棒。回想シーンだね。なんかそのロミオとジュリエット的な。ああ、今昼間だけど、これは朝か。別れたいけど僕は子供だけ自分は別れたくないなんてって書いてあるよ。なるほどね。本当は彼女だけ。え、もう別れたいってことっていう気持ちの顔でしょ今のは。なるほど。大人にね、ね、あまりマニキャスって大人でしかね。いや、なんでキスするの、大人やから、彼女は別れたい言うとるのに大人やから。大人になりたいってそういうこと。いや、めちゃくちゃ挑発的に言ってる。過ぎ去り際の、いや、大人やみたいな。で、バイクもやっぱ大人のバイクだったんで。じゃあ釣りとかじゃダメ？物うげー。そういうことや。趣味、カメラです、大人や。いやいや、それは。だって、釣りはほら、お金なくてもできるけどさ、やっぱ大人ってお金があるカメラが。道具の値段？そんなことある？
いや、もう密会してる。すぐやけどカメラぐらいのこっそり撮られる。そうね、タバコ、大人の象徴。確かに。髪型もそんなボサクレじゃなくて刈り上げてさ、大人の男に。もうね、うわ、ごめんかった。けど、なんかのメール来てたよ。今、空いてるってなったな。いや、もう絶対別れたいじゃん、彼女の気持ち的にはさ。いや、もうそうよ、もう確実に。それでもやっぱだってこっちはさ、ジャージーみたいなの着てさ、男の人はさ、もう一人でもさ、スーツみたいな。そうね、大人やな。大人やな、マス変わすやつ大人じゃん。これが最初のシーンにつながるわけね。で、洋服もちょっと大人な感じになってるよ、なんか。確かに。そのレザー着てさ、より戻したいと。また俺と付き合って。いや、だって大人を勘違いしてるね。強引に行ったらいいみたいな。ムキムキだもんね、やっぱちょっと、やっぱね、体はいいね。うわ、もう完全に終わりだ。めっちゃ惨めや。すごい悲しい歌だった。未熟な僕いいね。いや、いいね。思春期の時にありがちなことよね、うん、もう俺らだってそんな経験してるし、やっぱ自分が好きだった人がちょっと年上の男に惹かれて、なんかこう、もう自分の元離れていくみたいな。いや、俺、ケンに俺はまあ、ほんと経験あるよ。ははははは。18歳ぐらいの時ね、やっぱその23、4歳、あ、違う、22、3歳かの人にやっぱ奪われたの。あー、だけどまあそれはね、まさに洋服ってこんな感じだった。洋服とかもちょっと一味違った22、3歳。みんなだけ共感して聞く気もするけどな、なんかそのあーこういうことあるよねみたいな。けどめちゃくちゃ悲しいけどね、なんか悔しい。韓国語とか言ってるかな。まあね、悔しいよ。だってカジマってあれでしょ、行かないでとか、なんかそういう意味なんでしょ。そう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 。別にね、日本語で行くなでも入れてくれてもいいのにね。カジマで日本語で3本行くなってめちゃくちゃなんかちょっと、まあこの曲の感じにはまあ合わんけどね。いや、悔しいね。その日本語を書いてほしいとは思わないけど、いや、でも日本の文化とか日本のミュージックとかもやっぱ知ってほしいけどね、俺らは。そう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 。まあ、けどな、カジマのは合うね。聞いてほしいな。もっともっと三浦大知もね、いろいろ聞いてほしいな。今もちゃんとあるよっていう。歌も、ダンスも、音楽もちゃんとしてるのあるよっていう。知ってほしい。ああ、はい。しょうがない。それは、頑張ろう。
っと皆さんのこの曲に対するコメントお待ちしてます。はい、それとチャンネル登録よろしくお願いします。またバイバーイ。